道を開けろ。今回はイケプラ様、車輪系のメタ推理話、計略は前回選ったで、四季3武力プラス4、気合ゲージの変換率と回復速度が上がる永続計略。回復速度は高く、停止アクションダメージを受けない限りしぶとく耐えられる計略。この試合は中盤のイケの活躍をぜひ見てほしい試合。絶対に月はあっちにあんのかよ。よろしい、我が輩が相手だ。分かれ、ジェクスどもが。分かれ、打ち抜け。そんな、分かれ、打ち抜け。今度は負けねえぞ。かかれ、打ち抜け。なんだこれ式、これが俺の全力だ。俺様以外は馬を降りろ。私は生きているのですね。カスナから増援して瞬日の流れを作られたくないから、ここは相手を均等に削らないように意識して瞬日を下がらせたい。すでならヒナも鷹の目をえぐる。突撃発動。一の型様も道連れにしてくれる。行け。天が揺らぐ。打ち抜け。打ち抜け。流派発動。一の方、あんまりジジイを働かせないでくれよ。流派活動。二の方、危なかったな。打ち抜け。すでならヒナも鷹の目をえぐる。見ろ肩。満足だ。月はあっちにあんのかよ。そんな、打ち抜け。打ち抜け。最後まで陣頭に立つさ。四季十二と戦記に対して池の気合姿と信用の利感のミドリードした状況を作れたのは、本当に池の強さが輝いてると思うよ。継続を保持できてるから中盤の優位に進めやすそうかな。私は生きているのですね。おしゃれを気取ってギリギリまで瞬日をずらしてみるよ。
点が揺らぐ。神宮島をなめんなよ。打ち抜け。打ち抜け。かかれ。打ち抜け。隙はあっちにあんのかよ。かかれ。打ち抜け。示す我が覚悟、その身に刻め。絶対に打ち抜け。貴様も道連れにしてくれる。かかれ。満足だ。行け。打ち抜け。流派発動。三の型。流派発動。三の型。攻撃あるのみ。突進。そんな。ざまあ見ろ。俺様がご視聴ありがとうございました。強いんだよ。